はい、今日は側面の模様を考えていきます。はい、皆さんおはようございます。セノンです。前回からよいしょ、はい、お安く手に入れてまいりましたテープヤーンというテープ状のこの糸ですね。まあ、ポリエステル 100% なので紙とは違いましてめっちゃ丈夫です。めっちゃ丈夫で、この糸使いまして、まあ本命はですよ、本命はこの、はい、本命はこの緑色のね、この同じ糸なんですけど緑色のやつでちょっと大きめのトートバッグを作ろうと思っておりまして、まあそれの練編というか、こうどういう編み方にしようかなの感覚、どんな編み地かもわからなかったのでね、またお試しということで、ピンクの方で小さい、バッグを1個作っております。でここで今日は前回ね、そこの部分、まあ鎖編み30目ぐらいから始まって、で最初細編みで1段、まあどんな編み地かなですね、細編みで1段編みまして、で次中長編みで1段編みまして、で最後長編みで1段編んで、まあそれぞれ編み地の違いですね、細編み中長編み長編みっていう編み地を見てきました。でその後にまあ増減なしで1段細編みを編んだ後、さらに2段ですね、もう2段編んでおきました。もう立派なちょっと入れ物的な形になっております。はい、で今日ここから側面の方に模様編みをしていこうと思うんですけれど、さっきねこんなのどうかなとかって思ってちょっと頭の中で、まあ、出た編み地がありますのでそれを試していこうと思います。もう単純単純。まずは、はい、鎖編み1つして、ここに細編みですね、細編みスタート、細編みしたら鎖編みを2目して2目スキップして、こっち4目目ですね、4目目のとこに細編み、はい、細編み1つして鎖編み2目編んで2目スキップして4目目のところで細編みです。だから幅は変わらないはずで、この次、はい、長編みを4回、じゃあ次また、はい、細編み編んで鎖編み2つ編んで2個スキップして細編みで、また長編みを4つ、これをちょっと繰り返していこうと思います。だから4目ずつですね、4目ずつ。お、しまったしまった、うん、まあちょっとゴリゴリですね。またここもゴリゴリになってしまいましたけれども、とりあえず一周してまいりました。また私数え間違って、まあ、4目ずつでこう編み方変えてるんですけど、最後の4目が同じ編みになってしまいましたというね、また失敗、はい、何回も同じ失敗しちゃうんですけれど、でこうなって、でここじゃあ次はって言った時にですね、ここちょっと鎖編み1つから出発しまして、ここ鎖編み2目で立ち上がって、ここにですね中長編みです、中長編みを4目入れます。次の段はここ鎖編み2目のとこに中長編みが4つ入るように、で中長編み4つ入ったら次長編みですね、長編みの上に細編みで鎖編み2目して、この長編みの4目目、4つ目のところ、はい、細編みを、でまたここ鎖編み2目ですね、はい、大きく、はい、ここの鎖編み2目、ここの鎖編み2目のところに中長編みを4つ、でまたここの長編み4つですね、長編み4つの1つ目を細編み、鎖編みを2つしてほいほい、4つ目のところに細編み、そうするとまたね、ここ鎖編み2目が出ますので、ほい、じゃあ次の段はっつったら、ここに中長編みが4つ入るっていう、最初だけ長編みで次からは中長編みが中心になります。はい、また鎖編み2目のとこに不表中長編みを4つで、この時リボン状、これね糸がリボン状なのでちょっとリボンのこうなんて言うんでしょう、面というかこれが綺麗に出た方が可愛いかなと。はい、鎖編み2目の2目目ですね。1目目2目目、はい、2目目取って引き抜き編みします。でもう1段編んだ方が形が見えるかなと思うので、もう1段編むんですけれど、まずここで、長編み中長編みか、中長編み4つ入ってるんで中長編みの上はまず細編み鎖編み2目で、この4目目ですね、4目目のところを取って細編み、ここに、はい、中長編みを4つですね。1でこの中長編み1目目のところを取って細編み鎖編み2目で、はい、4目目取って細編み、こういう模様になるかなと。で多少ねここちょっと穴開いてますけど、まあ、荷物入れたらビヨーンって伸びるとは思うんですが、それでもそこまで気になるような模様じゃないかなと思いまして、これでいってみようかな。どうしようかなですね。まあこれも一つの模様の案としてポイントでね入れるのもありかなと思ってます。よいしょ。はい、一番最初の細編みに戻ってきました。さてさて、こうちょっと中長編みのねこうストレートなこのテープ状のこの糸の特徴が見えるような編み方になってんじゃないかなと思います。そう、松編みもちょっとね考えたんですが、多分ね中長編みどっちがいいかな、長編みとどっちがいいかな。はい、まあ、こういう模様も一つの手かなと思っております。でこれとは別にちょっと今リセット侍かけましょう。12ちょっと3目編んで、この中ですね、鎖編み2目の中に長編みを2つで、この細編みの上にも長編み1つで、この4つも長編み、要するに長編み1目に対して長編み1個編んで、ちょっと、この編み方リセットとさせていただきましょう。また違う編み方をやっていこう。次の模様編みもう本当に今日今思いつくだけでやってるって感じなんですけど、今ここ1目目なんですが、鎖編み3目で立ち上げました。立ち上げたらこのまんま1個後ろですね、1個後ろの目取って長編み3目にしてみますか。はい、長々編み3目の玉編みゴツンと作ります。はい、でここ1個開けまして、この1目ですね開けまして、こっちに長編みかな。でまた長々して今度今開けたばっかりの隣を拾ってですね、すごい立体的になるよ。長々して1個戻りまして、戻ったところをよいしょ、長々編み3目の玉編みで、またここ1個ですね1つ飛ばして、よいしょ、長編みで、またここ1個下がって、よいしょ、長々編み3目の玉編みと。そうするとちょっとこう斜めに、これはかなり時間かかるよこれでも面白いんだよね。ワンポイントですね。すごいシンプルな編み地のこう上の方の何て言うんでしょう、こうトートバッグってなって、はい、トートバッグってなってるこう上のここら辺とかにこういう、こうワンポイント状態で来るのもいいかなと思います。まあ、あんまりコテコテしてるの嫌っていうんだったらあんまりこれはおすすめしないかな。うん。これはこれで可愛いんですけどね。長々編み3目じゃなくって、まあ、かなりねこの糸自体ゆっくり編まないと大変なんですけど、ボリュームを考えて3目にしたんですが、もうちょっとボリュームなくてもいいかなと思ったら長々編み2目多い。はい、長々編み2目でもねちょっとだけすっきりって感じですね。ここまで編んでまだ半分ちょい、半分弱、余ってます。結構編める、よ。中長編みこれ裏側でもいいかな。まあなるほど。はい、というわけでこんな感じでちょっと今日編み物の編み地を 2種類ちょっと考えてみました。おさらいしましょう。はい、一応ここの1回目ね、今日1つ目の編み地なんですけれども、まず土台となるところから細編み、鎖編み2目細編みですね。この間鎖編み2目の分開けておきます。で次長編みを4目編みます。でその次に細編みで鎖編み2目編んで2目スキップして4目目のところに細編みで長編み4目で細編み、鎖編み2目細編みとぐるっと編んでいきます。でそれが終わったら次は鎖編み2目のところには中長編みが4つ入ります。中長編み4つ入ったらすぐ隣長編みのところに細編み、鎖編み2目細編み、1つ目と4つ目のところに細編みで次の鎖編み2目のところには中長編みが4つで細編み2つ細編み、細編み、鎖編み2つ細編みで中長編み4つで次の段はっていったら今度また中長編みの上1つ目と4つ目のところには細編みでその間は鎖2目で鎖2目のところには中長編み4つ、これを交互に繰り返していけば、まあリボン状の糸なのでこう中長編みとかにするとこうもこっとして見栄えがいいものになるんじゃないかなという、ただただそれだけのことでこういう編み地をしてみました。でもう一つ今日最後にやりました、もう一つははい鎖編み3目でですね立ち上がった後に1個後ろに下がりまして、1個後ろ下がった目に、長々編みですね、長々編み3目の玉編みを入れております。長々編み3目の玉編みを入れて、で次1つ飛ばしてですね1目飛ばしてここ1目スキップして長編みします。長編みしたらまた1個戻るので今スキップした目ですね、スキップした目を拾って長々編み3目の玉編みです。長々編み3目の玉編みが入ります。でまた1つスキップさせて長編みを編んだらまた1個戻ってスキップしたところを拾って長々編み3目の玉編みというふうにちょっと斜めになるような編み地にしております。で意外とここは分厚く、まあ玉編みなのでね分厚くなっております。うん、まあこれでちょっと様子を見てやってみましょう。いいんじゃないかな。すごいねこれ本当にポリステル 100% のリボンの糸なんですけど、本当なんかスポンジみたい、なんていうんだろうね、固めの発泡スチロールの緩衝材クッション材をピューってギューってやったらこんな感じっていうなんか不思議な肌触りになっておりますが、まあ、こういう形でやっていきましょう。で、まあ今日は試し編みだったのでこの模様とこの模様、まあ後でぐるっとも全部やっておきますけど、この模様編みました。で、次回ももうちょっと違う編みチャレンジしてみようかなと思います。で、いろんな編み地をやってしっくりくるものを採用ということで、で、まあ、なかなかねやっぱりちょっと編みづらいかな的な癖のある糸なので、ゆっくりゆっくりしか編めないんですけど、まあ、このぐらいゆっくりでもいいかなだからもう一回やったらいいぐらいの大きさになりますので、だいたいこれで1玉どのぐらい編めるかっていうのも見てますので、ちょっと1玉編み切るまではちょっと模様編みしてみようかなと思っております。はい、それではまた次回ですね。次回もこのバッグの続き編んでいきます。それではまた。じゃあ。